はい、皆さんこんにちは。今日はね、今川崎市川崎区付近今ね走ってます。ちょうどね今右手があの川崎のねコストコ、まあ、コストコ日本法人の本社が入ってるところですね。脇走ってまして、今産業道路ね県道6号線に出て、とりあえず浅田まで行ってちょっとね首都高乗ろうかなと思います。はい、ね、左折していって、はい、まあね、こんな感じですね。ちょうど今ね時刻13時ちょっと前って感じですね。まあなんでそろそろこうね昼休みも終わって仕事だなみたいな、普通の方はね、そそくさとこうね歩ってこう飲食店から出て帰る人とかねいらっしゃったりしますね。まあね、9月に入って結構ねもう中旬に差し掛かるぐらいまで来たんですけど、なんていうんですかね、気温暑いです。今このねエアコンについてる外気温見ると33度となってますね。だから例年のね9月の中旬に比べるとだいぶまだねあったかいと、あったかいっていうかもう蒸し暑いですね。で僕なんか結構ねバラの仕事も多くやるんで、まあそういった時にね蒸し暑いともうなんかね気持ち悪くなりますよね。で先日もまあ積み込み先で、まあ、やっぱりね起点の利くフォークマンさんで、こう荷物をね、まあ本来だったらこう一つ一つパレットをこうハンドでねこうキコ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 やって、でまあそれをねこう室内に持ってって下ろして、でまたハンドでこうパレット持ってきて、でねそれを何枚何枚ってこう規定の枚数重ねて置いとくっていうのが一連の流れなんですけど、まあ、あの気の利くフォークマンさんですと、いいよいいよ押してあげるよって言って、まあ、要はそのパレットをこうずらーっとこうね重ねて、でそれをそのままつらつらなってこう押してくれるんですよね。そうだ、それでやるとやっぱり早いもんですから、あ、じゃあ押してもらおうと思って、で押してもらいました。やっぱりね早いですよ。でこうね一個一個こうパレットをね積み込んで、それをとりあえず立てかけて置いといて、でまたね気が利くフォークマンさんなら押すよーみたいな感じで、あーお願いしますなんつってね、こうしてもらってなんつってねやりました。非常に早い。下手したらもう大型一社だとね30分ぐらいかかりますね、そういう風にやるのと。でたまったこうパレットをねこう重ねていってなんつってね、まあやってたんですけど、でまあちょっとね暑さの話に戻るんですけど、でこの時期ってねまあバラ積みやったことある方だったらもちろん分かってるね、分かるかと思うんですけれども、非常にねその箱の中って暑いんですよ。なんでまあ要はそのパレットで押してもらうということは基本的に箱の中にいることが多くなるわけですよね。で箱の中にこうずーっといたら、もうなんて言うんだろうな、もう半分熱中症みたいなもう感じになっちゃって、気持ち悪いし、で汗ももう尋常じゃないぐらいかいたし、すごかったですよ。ほんともうね雑巾絞りみたいになってましたね。それぐらい汗もかきましたし、やっぱりね箱の中でこうずっとやっぱ作業するっていうのは結構ねリスク高いですね。ああいうところで無理すると多分熱中症とか倒れたりとかねなるのかもしれないですね。結構だからね普通にパレットでねハンドで積むんであれば、まあその物流センターはこう大きいね扇風機のバカでかい、なんて言うんでしょう、あれカナダホームみたいな、なんて言うんだろう、こうちょっとこうねカントリーホームみたいなところにこうついてる、あの電気と一緒になって回る、なんて言うんでしょう、プロペラみたいなのあるじゃないですか家に、それのなんか巨大版みたいなのが最近の物流倉庫あるんですよね。なんで外とか行くとね比較的こう風通しよくて、まあ外気温もだいぶ下がってて風があるんでまだいいんですよ。まあ涼しいぐらいちょっとね汗かいてくると感じたりもするぐらいなんですよね。ですがもう箱の中っていうのは逆にもうムン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 して、その寒暖の差っていうか気温の差がねやばいですよ。だからそういう意味ではねハンドでねキコキコやって、まあ行ったり来たり行ったり来たりしてた方がね積み込みは楽かもしれないですね、この時期ね。まあちょっとね今積み込みの話でねちょっと話それたんですけど、まあ今日のちょっとお題というか、まあ思ったことがあったのでちょっとお話していきたいと思います。でまあとあるねツイッターのまあフォロワーさん、まあ相互フォローしてくださってる方で、まあなんかね YouTube 始めましたみたいなねまあ言ってた方がいたんですよ。でまあその方はまあ何人かでねこう一緒に始めたってことで、まあやっぱ役割分担結構ね必要だったりするんですよね YouTube って。こうまあ本来だったらこうね撮影して編集してアップロードって一連の流れを、まあ企画もありますね、企画撮影編集アップね、まあそういった一連の流れがあるんですけれども、
そこをやはりまあ分業してやる人も多いんですよ。タッグを組んでね、じゃあ僕はちょっと編集いくらいくらでやりますよとかね、まあお金もらってるかもらってないかその人によるんですけど、じゃあ僕は企画いろいろ考えますよとかね、まあこう分業というかいろいろ役割分担を決めてやるケースが多いんですけど、まあその方もねこう何人かでやってたんですよね。でまあ何本か出したんですよ動画、で頑張ってくださいなんつってさやってたんですよね。したらある時そのね、もう一人のというかその方の、まあ、その仲間というかパートナーがなんかいきなりこうね辞めちゃったっていうかね、無視しだしたみたいな、みんなを無視して、でなんかパスワードを変えたかなんかね、要はアクセス他の人ができなくなっちゃったって。でその僕がね絡みがあるそのフォロワーさんっていうのは結構ね比較的露出のある、ね、人気のある方なんで、まあ、その方の力もあって結構チャンネル登録とかもね何千人ぐらいいったのかな、何百人もう何千人に近い何百人ぐらい行ってて、だそのねチャンネルは手つかずになってるわけですよね。でまあそのやっぱ仲たがいしてしまったってことで、まあその人もねもう YouTube やめます、とりあえずちょっとねアップするのやめますみたいな感じだったんですよ。ああそうか残念だなと思ったんですけど、散々にわたってこうまあねその YouTube のチャンネルをじゃあ削除してくださいみたいなことをその相方さんというかねパートナーの方に言ってたらしいんですけど、まあ今もね言ってるのかもしれないですけど、まあ一向に返事もなくまあスルーされると、まあいうことで、これは何なんだろうって言ってて、でまあね結構ねこういうのねあるんですよ。どういうそういうタッグを組むにしてもどういう風に、ね、どういうあれでっていうのも、まあ、どんなようなね人間関係が元々あったかにもよると思うんですけど、こう影響力のあるもうある意味ねもうちょっとこうインフルエンサーになってるような人のねと YouTube をやるとか、あとはまあ Twitter だとそういったまあ影響力ある人の要は偽物、勝手に名前を使ってやるってね、結構ツイッターなんかだと今よく流行ってんのはお金配りますみたいな、何でしょう、例えばね今前澤さん元 ZOZO のねそう前澤さんなんかね本当にやるじゃないですか。だからそれにねこう便乗して要は偽アカウントがね横行するんですよ。でツイッターなんかだとねそういうのでこうフォローとリツイートでねこれ現金あげるなんかチャンスがありますみたいな、先着何名様とかね週に何人とかね、まあそれは現金じゃなくても例えばまあね iPhone だったりとかなんかね携帯とかね、あとなんかクオカードとかね、いろいろまあその商材はあるんですけど、まあそういったのを歌ってね結構こうツイッターとかやってるわけですよ。でこれなんでこれみんなやってるかってこれご存知です？なんでこういうことをするのかって、まあこれツイッターのね仕組み分かってる方だとねご存知だと思うんですけど、ツイッターっていうのはまあ当然そのユーザーネームも変えれるし、自分のね顔とかなんかうち丸い声なんじゃないですか、丸いあれも変えられるし、というと ID も変えれるんですよ。なんで、まあ、当然プレゼントする気なんかないわけですよね、まあ、ないんですよおそらく。でも本当の ZOZO の前澤さんの場合はこうね前澤優作って書いてあってこうパッチがついてるんですよね、こうペケみたいな、あれはもう本当に認定された本物ですよみたいなこうパッチがついてるんで、まあ、あれはね本当にやってると思うんですけど、そうじゃないのとか、前澤さんのでもありますよ、たまになんかね全然そのポッチがついてないのに、前澤優作ですみたいな、配りまくりますみたいな、まあそういうことやるわけですよね。で、なんでやるのかっていうところなんですけど、まあ当然その名前とか全部変えられるんで、まあそういう有名人のね、名前を歌ってやって、まずフォロワーを増やす。で、自分は当然フォローバックはしないってことですね。フォロワーを増やしますと。で、フォロワー増やして、あるまあ、多分条件があるんでしょうね。1万人とかわかんないですけど、5万人とか、多分1万人ぐらいにならないと、ね、マネタイズというか収益化できないんで、収益化っていうか買ってくれるとこないんで。で、それ1万人になったらそのね、名前とか全部。変えて全然関係ないアカウントとして販売すると、ね、そういうあれなんですよ。売れるんですよ、ああいうの1万人ぐらいになると、だそこからね要は広告になるわけですよ、あれ広告媒体になるわけですよ、要するにね。そこでこういろいろなんかね広告を送って、でそれがねまた収益を生む試金石になるということなわけですよね。だからそれがねツイッターではまあ結構流行ってるというか、まあ昔からあるんですけど、まあそういうことやってる人がね、だそれのね YouTube バージョンなのかなと思ったんですよね。だ YouTube もまあ ID はちょっと変えられるかわからないですけど、まあ要はねチャンネル名とそのなんて言うんでしょう、あれは変えられるわけじゃないですか、写真っていうかあのねヘッダー画像みたいなとか、なんでそれを変えてあるまあねチャンネル登録者数までいったら多分売れるんですよね、いくらいくらっつって、多分1000人とかだって何万ぐらいで売れると思うんですよ。だそれでねちょっと小遣い稼ぎしてやろうみたいなね人もいるわけですよね。だからねそういうやっぱり非常にねやっぱインターネットっていうのは何も資源がなくてもそういった考え一つでお金にできる世界なので、
まあ、非常にねそうやって、まあ、いい方とね仲間を組んでやればそれはね倍々になって非常にね大きな影響もそうですし大きな結果を残せると思うんですけど、ひとたびねちょっと変な人と組んじゃったりするとねそういうリスクがあって、あたかもねその影響力ある人の仕業みたいな風にも見られかねないのでね、非常にねそこはまあ注意した方がいいんじゃないかなっていう風にね思うんですよね。だ僕なんかもねたまにまあこれはちょっとね本当かどうかわからないですけど、編集やらせてくださいとかね来ますよ、なんか編集だけ1本5000円でどうですかとか、まあ当然本当にねある程度も信頼のある方で、ね、自分のこの編集の特徴みたいのを掴んでくれてねやってくださる方がいればね、あとはもうこっちは撮影と企画だけしてればいいんで、非常にねリスクも下がるし、まあねこうやって運転時間の合間とかね休みの日とか潰さずに済むんでね、それはそれでそういう相手がいればいいのかもしれないですけど、やはりねこう見つける相手っていうかね組む相手はね非常に気をつけないといけないですね。まあそんなにね慎重になりすぎることもないんですけどね、またその実損もないですしね、だ詐欺にもならないし、実際に金品騙し取られたわけではないし、ここがねミソなんですよ。もう詐欺にならないんで、だから、ね、多分ねこういうのもなかなか摘発もされないし、ずっとこうやってね残ってるっていうね、そんな感じなんでしょうね。ねやる気出してやりましょうってやってみようって言った時にね、そういうところにつけ入ってくる人っていうのがねいるんでね、非常にそこはね残念でしたね。まあねその方にはねこれからもねご自身でいろいろね勉強してもらって頑張ってもらいたいなと思いますし、まあ、自分なんかもね手助けできることとかあればそれはねもう全然協力させていただきたいと思うのでね、まあぜひぜひね頑張ってもらいたいなと思います。じゃあね今回はここから今ねこう生麦ジャンクション、これ生麦ジャンクションの手前だっけ、あ違うのかな名前、まあこれね入ってこれから横浜北線走って東名のね青葉まで行きたいと思います。ではねまた動画企画しましていろいろとね撮影してまいりますので、お時間あってね本当暇な方覗いてみていただけるとありがたいです。またねチャンネル登録とかねまだされてない方とか本当ねお願いベースなんですけれどもね、していただけると非常に嬉しいです。まあねそんな感じでまたね次回まで待っててください。ご視聴ありがとうございました。失礼します。バイバイ。